それとエニアグラム二等兵の友人はです。T 隊長です。隊長でございます。はい、岡村隆史さん、はい。結婚おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。オールナイトニッポンで、うんうん、まあ、結婚を発表されて、うんうん、奥様とのやり取りとか、うんうんうん、なんでこの人を選んだのか、うんうん、みたいなのをいろいろ話してましたよね、うん、と。話してましたね。で、まあ、我々岡村隆史さんは前の動画で、うん、タイプ6じゃないか。っていう話をしたんですけども、あの事件じゃないか、まあ、そうですね、うん、ちょっとあのラジオでちょっと不適切な言動があった時に、うん、そのちょっと炎上したとのを取り上げて、うん、岡村さんはそのこのタイプじゃないか、お調子者の6じゃないかと、まあ、あの多分矢部さんのやつに合わせたんでしたっけ、矢部さんの公開説教、あ、そう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 、はい、矢部さんので矢部さんは9でみたいな、そうですね、その話をしましたね、はい、で木曜日のオールナイトニッポンで、うん、その結婚の発表があって、うんうん、我々、まあ、聞きまして、奥様このタイプじゃないか、うん、まずこうそう聞いて、岡村さんのタイプとかは、はい、あ、前やった通りだし、あんまり言うこともないなっていう、まあ、タイプ6であろうと、であろう、はい、で発言もあタイプ6っぽいなって感じ、そうですね、うん、はい、で特にこう面白い部分もなかったの で、はい、で気になる部分って言ったら、奥さんどんな人だろう、はい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 、じゃないですか。でその、うん、オールナイトニッポンでは、うん、愛子さんがゲストでいたんですよね、茶化してますね、はい、まあ、愛子さんがとてもいい愛の手を入れる、うん、いいことを聞く、まあ、その愛子さんはその、うん、山ちゃんの時も、山ちゃんが結婚発表した時もいたんですけどね、うんうん、だから結構愛のキューピッドだなんて言われてるんですけども、なんでその愛子さんの声にどうしてもなっちゃうんですよね、なんか岡村さんの相手が僕の中で脳内変換で、あ、うん、愛子さんっぽい声かなっていうのと、うんうん、同時にその岡村さんがその結婚相手を選んだ理由として、うん、要は支えられ婚だと、うんうん、そのとても叩かれていた時にその人が支えてくれた、ずっと一緒にいてくれた、うんうん、この人だけが声をかけ続けてきてくれた、うんうんうん、っていうことを話していて、うん、なんか私の中でその半沢直樹の花ちゃん、花ちゃんと愛子さんがちょっとなんかドッキングしたような感じの雰囲気の人かなと、あとなんかそのスキューバ一緒にあのダイビング一緒にやったりとかっていう話を聞いていって、2だ、僕は2だってなったんですよ、はいはい、どうぞ隊長のターンどうぞ、僕は、はい、7もあるし2もあるし、あと9もあるかな、あるいは楽観タイプだと、楽観タイプだ、その寄り添ってくっていうのは9っぽい、まあそれは多分、まあ、うん、好きな人が弱ってる場合は多分どのタイプも寄り添うんだろうとは思うんですね、はい、はい、でその9だとすると、はい、こう落ち込んでた時にずっとそばにいるみたいな寄り添い方なんですよね、はい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 、こう元気づけるとかじゃないんですね、あ、なんか元気出しなよって、あ、そうね、なんかもっとふんわり元気づけみたいな、いいんだよ、まあ、いいんだよな感じですかね、はいはいはい、そのうち収まるよぐらいの感じで、はい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 、で特になんかこう2の人とかだともっと積極的な感じがするんですよ、ね、そうですね、元気出すためにはこれを食べた方がいいよみたいな、はい、いろんなものを買ってきたりとか、これやると元気になるんじゃないみたいな、多分もっと積極的な感じがするんですよね、ラジオの途中で、うん、まあ、これも画期的だったんですけども、うん、裏の、うん、おぎやはぎのメガネビーキに電話をかけるっていうところがあって、あ、はいはい、その矢作さんも、うん、まあ、最近結婚されて、うん、矢作さんもその要はバイクで事故った時に、うんうん、その今のお嫁さんはそのずっと一緒にいてくれて、うん、頭を洗ってくれたっていう話をしていたんですね、うんうん、だからその積極的な関わり、うん、ごめんなさい、僕ちょっと頭おかしい、あまり、うんうんうん、単細胞なので、はいはい、矢作さんの奥さんも2だって思っちゃったんです、はいはいはい、その関わり方は2だって、まあ、うん、6もやるんだろうなとは思うんですけど、6もやると思います、やりますよね、なんで、まあ、6は多分どこにも出てくるんですけども、うんうんうん、矢作さんですも2だ、うん、岡村さんのも2だ、うん、で岡村さんのはもう10年ぐらいみたいな話じゃないですか、なんか20歳ぐらい、20代の頃からずっと友達として一緒にいてって話をしてましたね、うんうん、でそういうのが9っぽい感じがするんですよね、あ、なるほど、2の人ってもっとこう愛を捧げるから、はい、愛をくれって感じじゃないですか、答えられないと、うん、こうあの人は
どう思ってるんだろうみたいなことを思う。よくなんかまあ試したりするとは書いてありますね、うん、はい。なのでこう10年間も特にこう友達関係で、まあ、ほぼほったらかしみたいなっておっしゃってましたね、うん、はい、っていうところでついていけるのは9っぽいなみたいな。なるほど、うん、で7とかだともっとまあね、他にいい人がいるとか、いるとかもっと楽しいことがある、うんうんうん、楽しいことがあるってなりそうですよね。なりそうだと、まあ、うん、ここでは、うん、岡村様の奥様、うん、2と2タイプ2かタイプ9であろう、うん、まあでも6もありそうですよ。なるほど、うん、まあ、6はね、6はどこにも出てきますからね、うん、この6はこう人からの信頼が重要だったりするじゃないですか、はい、だからこう支えますよね、多分一生懸命、そうですね、献身的に岡村さんを、はい、確かに支えるかなとは思うんですよね。確かに、うん、だとすると奥様向けあります、奥様聞いてくださいと、うん、あなたはこのタイプですとあなたはこのタイプかどうかは分かんないですよ。その支えてくれたっていうのも2っぽく支えてくれたのか、ちょっとごめんなさい、あ、はい、あ、どうぞすいません。支えてくれたっていうのも、はい、その2っぽく支えてくれたのか、はい、9っぽく支えてくれたのか、6っぽく支えてくれたのか分かんない、支えてくれたしか分かんないんで、はい、まあまあここはもう大胆に、うんうん、じゃあこの3つですと、3つ、269です、269でやりますか、やりますか、はい、で奥様聞いてくださいと、はい、あの、岡村様の奥様結婚おめでとうございます、おめでとうございます、今日は見ていただいてありがとうございます、はい、タイプ2だとすると、うん、こんな人だよっていう、うんうん、エニアグラム、まあ、基本的なタイプ2の説明を、うん、はい、性格タイプの見分け方、ドン・リチャード・リソさんから、うん、タイプ2、人を助ける人なんてよく言われます、うん、世話好きで母性型のタイプ、人を気遣い人の助けになり所有欲が強く人を操ると書いてあります、うん、健全な状態だけじゃ説明します、うんうん、健全な状態は感情移入しやすく同情心が強く他の人と共に他の人のために感じ他の人の必要を気遣い心配します、相手を元気づけ感謝の心を持ち誠実で思いやりがあります。タイプ2にとっては奉仕が大変重要です。気前がよく打ち解け人を助けます、愛情に満ち思慮深い人々です、うん、とあります。で、タイプ6の場合、はい、岡村さんの奥さんが、タイプ6だった場合、タイプ6、忠実な人、責任を引き受ける、伝統主義者的なタイプ、人に好かれ責任感があり依存的で恣意虐的とあります。まあ、タイプ6もなんで健全な状態だけ、うん、タイプ6は他の人から強い感情的反応を引き出すことができますと、うんうん、強く人の心に訴え人に慕われ愛らしい人たちです、うんうん、信頼を重んじます、うん、他の人に密着して永続的関係を築きます、うん、この人たちが関わりを持った人との関係を大切にし忠誠を尽くします。家族と友人は自分がどこかに帰属しているという感覚を持てるため、うん、とても大事にします。当てになり責任感があり、うん、信頼に値する行動で応えます、うん、と書いてあります。支えそうですね。支えそうです。これを読むと支えそうですね、うん、支えそう。でタイプ9だった場合、うん、タイプ9調停者とあります、うん、こせせず腰の重いタイプ、うん、物事を受け入れ人を安心させ受動的で抑圧されていると書いています、うん、タイプ9の健全な状態は深く物事を受け入れ受容性に富み気取らず情緒が安定し穏やかです、うん、純粋で単純で自己も他人も信頼し自己と人生にくつろいでいます。辛抱強くもったいぶらず温厚で本当にいい人たちです、うん、楽天的で人を安心させ力を貸します。落ち着かせる影響力があります、うん、集団を調和させ人々をまとめます。良き仲裁者、くじけないように支える人、慰める人ですと、うん、なんで慰めそうな、そうなんです、そうなんです、うん、そうなんですよね。だとするとやっぱりその岡村様の奥様、うん、2か6か9じゃないか、そうですね。だとすると、うん、タイプ6の岡村さんと、うんうん、どのようにすればこの結婚関係
このパートナーシップをうまくやっていけるか、うん、この先どんなことが起こるんじゃないかっていう、まあ、予言的な話として予言あのヘレン・パーマーさん、これアメリカのエニアグラム協会の人なんですけども、うん、9つの性格で自分が分かる、相性が分かるから、うんうん、ちょっとこんなことが起こるんじゃないかっていうのを、うんうん、タイプ6同士のパートナーシップ、うんうん、タイプ6とタイプ9のパートナーシップっていうのは前の動画で上げていたので、うん、概要欄にねちょっとそれを貼っておくので、はい、うんうん、まあ、それはちょっとさらっと簡単に、うんうんうん、タイプ2とタイプ6、はい、岡村さんがタイプ 6、うん、奥様がタイプ2だと仮定した場合、うんうん、タイプ2とタイプ6の恋愛と結婚生活として書かれているのは、うんうん、タイプ6の猜疑心を上手に交わしてあげることとあります。なんでやっぱりこれは奥様が岡村さんのタイプ6の悪い反応である、うんうん、人を疑う、人を疑う猜疑心、猜疑心、これをどううまくかわすかがポイントですとあります、うんうんうん、他人と親密な関係になるのを恐れるタイプ6、うんうんうん、これにいかにタイプ2が近づいていくかっていうのがカップルの典型ですと、うんうん、疑い深いタイプ6にいかに寄り添うか、うんうんうん、タイプ6の猜疑心は逆境を乗り越えたいタイプ2を引き寄せますと。逆境を乗り越えたいタイプを引き寄せる、引き寄せる、うん、要は困ってる、うん、から逆境を一緒に乗り越えようっていう気持ちなんですかね、タイプ2としては。ある、はい、タイプ6は弱者の味方として何かを成し遂げたいと思っています、うん、タイプ2がこれを理解し支援できれば、うん、タイプ6は彼らの努力を認めて信頼するようになるでしょうと、うんうん、しかしタイプ6はタイプ2が自分の利益のために助けてくれるように感じ、タイプ2の欲望のための道具にされるのではないかとタイプ6が疑ってしまいます。そういう猜疑心ですよね、抱いてしまう。やっぱ常に先を見たり、うん、ちょっと空気を読んだり顔色を見たりして、うん、岡村さんっぽく言うと、うん、なんとかって思ってるんちゃうかと。だけど2の人はそんなこと思ってなかったりするわけじゃないですか。全然思ってなかったりする。だからそこがこう勝手な妄想でそういう猜疑心を抱く、はい、で、うん、そこをタイプ2の人が、うん、あ、この人はこういう人だからかわしていく、かわす、いかにかわすかっていうのがポイントですと、うん、まあ、いかにかわすかっていうのと、いかにそう思わせないようにするかっていう、ね、はい、そうですね、疑ってしまいますと、うん、でまたタイプ2の気配りから得られる安らぎと、うん、それがへつらいではないかと疑う心の間で板挟みになってしまいますと。でまたそこでタイプ2としては期待した見返りが得られないと、このタイプ6の何て言うんでしょう、信頼する時と疑う時っていう一進一退の歩みを批判しますと。タイプ2はタイプ8っていうジャイアン的なところとつながっているのでと、そこを攻撃し始めますと。なんでタイプ6としてはタイプ2の希望と自分の個人的な目標を切り離して考えて、後者、タイプ2を優先的に、タイプ2の考えを優先的に実行できれば不信感は軽減されるでしょうと。自分の感情を率直に表現し、タイプ2の優しさをへつらいと考えず素直に受け止めることが大切ですと。なんでこれは岡村さんに伝えてほしいんですけども、疑わないでと。疑わないね、はい、はい、この2の人はこう愛が欲しいから愛を巻いてる。なんで素直にありがとうと言えば、うん、タイプ2は十分十分、はい、別にこう何か物で返してくれとかっていう見返りを求めてない、はいはいはい、求めてない、その感謝の気持ちを求めてるみたいなところなんで、そこで疑われたりするとイラッとするんですよ ね、 そうですね。なんで奥様としてはそこをちょっとかわしてあげてほしい、かわしてあげてほしい、はい、でタイプ2は自分の親切が利己的でものではないかを見定めなければなりませんと、うん、このタイプ6の猜疑心っていうのは、うん、タイプ2の見返りを求める気持ちにもちょっとだけ起因してますよと、うんうんうん、何かを何でもその辺がちょっと結びついてしまうと、うんうん、喧嘩にはなるんですけども、うんうん、まあ、タイプ2としても、うん、まあ、岡村さんはそういう人だからと、うんうん、理解してあげればよしよしと、そうバブバブと
まあ、本当はこうお互いにですけどね。あ、まあそうなんですけど、うんうん、まあ、エニアグラムではそうですよね、うんうん、だから6の人は2の人に感謝しましょうっていう、はいはいはい、なんかしてもらったら感謝してあげれば、うん、十分ですと、うん、でまた、うん、奥様と岡村さんが、まあ、6同士とした場合は、うん、概要欄にも詳しくは載せておきますが、うん、まあ、猜疑心の強い者同士、うんうんうん、ここに書いてあるのはそのあまり深く考えすぎずに、うんうん、細かい予定を入れておいてそこをちゃんとこなしていくことで、うんうん、先を見すぎずに済んで、うんうん、あまり深く考え込まずに、うんうん、っていうようなことが書いてあります、うんうん、でタイプ6とタイプ9としては、うん、まあ、やっぱりこのタイプ6の疑り深いところと、うんうんうん、タイプ9っていうのは、うん、とてもその穏やかで、うん、のんびりしたような感じに見えてしまう、うん、っていうちょっとせこせこしたタイプ6と、うん、っていうこのなんて言うんでしょう、うん、やっぱりイライラするのはタイプ6側なんですよね。その多分両方あると思うんですよね。ゆったりしたところに安心する部分もあるし、はいはいはい、でその場合によってはイライラするところもあるし、はいはいはい、みたいなこう行ったり来たりする行ったり来たりするっていうのが多分タイプ6、まあ、ここの関係が、うん、あのタイプ6とタイプ9で、うん、わりかしそういうのが出てるのかなと、うんうん、なんで、うん、ここも、タイプ9の人が、うん、岡村様の奥様が、うん、うまくこの、うんうん、イライラしているところに寄り添っていただけると、うん、安心するのかなと。なのであれですよね、エニアグラム勉強するといいですよ、ですよ、あの岡村さんも、もう岡村さんの奥様も、うん、はい、で人間なのでこう2の人が6の人を分かってあげてって言っても6の人も健全度が上がったり下がったりする中で2の人も上がったり下がったりするんで、はいはい、ジャイアン的なところも出てきますよ、タイプ2の奥様の方も、ね、奥さんの方も時には、はいはい、でそういった時には6の方があ今出てんだな、感謝の気持ちが足りなかったのかなと思って、あ、感謝を伝えたりとか、ね、はい、っていう風にすると多分うまくいく、だからこう便利ですよね、エニアグラム。そうですね、うん、いかがでしたでしょうか、はい、なんで、岡村様、タイプ6の岡村さんを、うん、理解して、うん、うまくこの支えて出てくるこの猜疑心をね、うんうん、猜疑心を交わしたり交わしてあげるかっていうのがポイントではないでしょうかと、うんうんうん、いかがでしたでしょうか、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。